キャンハンは、福沢鉄造の小説。2014年に、文芸春秋より、文庫書き下ろしで出版された。2016年にテレビドラマ化、漫画化された。就職活動に難航しながらもそれほど、やる気も出ない大学4年生の若水亮太は、大学で模擬面接を終えた帰り道、自宅のマンションの前で、ヤクザの構造に遭遇する。危うく車にひかれそうになった上、 銃撃戦に巻き込まれそうになるが、一方のヤクザの組長、龍人、龍一にかばわれ、ことなきを得る。柳人の手下の男に、助けてやったのだから、ひとまずお前の部屋でやり過ごさせろと脅され、押しかけられてしまう。両ょが恐怖に打ち勝つことができずにいると、柳人はろくな材料がない中で手際よく、料理をはじめ、おつまみと味噌汁を作り、手料理に飢えていた。 両他も思わず、舌鼓を打ってしまう美味しさに驚く。外に探りに出ていた手下の男の報告により、柳人が裏切りにあったことが判明するが、柳人は、たとえ一人でも、最後まで戦うと宣言し、ヤクザが居候することになってしまう。真鍋淳平は、情報サービス企業に勤務する28歳の独身。リストラ大将として、追い出し部屋へ移動となる。淳平は、 ある日、左方に大きな傷を持つ男が店長をしているランチワゴンと出会う。そこの昼食が実にうまい。渋川拓馬は闇金業者の雇われ店長。上層部から下町のあるヤクザの組調宅を地上げしろという指令を受けてその組に潜入することになったが、なり行きもあって行儀見習いとして住み込むことになった。 その組長宅に左方に大きな傷を持つ客人がいた。客人なのに厨房に立ち、作る料理は絶品だった。国会議員秘書の東堂俊一郎は多忙な日々を過ごしていており、長田町近くの立ち飲み酒屋で店主の小梅に会うことが心の安らぎだった。しかし、ある日、大手酒造メーカーの社員を自称する左方に大きな傷を持つ柳人と日野という二人の子は表が、 居酒屋チェーン展開のための施策を名目に立ち飲み酒屋を手伝うようになる。この柳人が作るつまみがやたらとうまいのだった。東堂は小梅が二人に好意を抱かないか気が気ではない。そんな中、東堂が使える国会議員の不正献金疑惑も持ち上がってくる。キャンハン、男メシいのタイトルで 2016年7月16日の0時12分から2016年9月24日の0時52分までテレビ東京系のドラマ24枠で放送されていた日本のテレビドラマ主演は生瀬勝久。2016年8月24日前日にレギュラー出演していた高畑優太の不祥事を受けて第6話以降の出演が見合わせとなり すでに全話文収録済みだったが、一部を取り直して放送を行うことが発表され、オープニング映像からも、高畑の映っていた部分が加工により修正、削除された。またその後の再放送や、晩飯及び2016年12月14日、発売のブルーレイ &DVD ボックスも、高畑の出演シーンを全面的に割愛、修正した上で放送、販売されることとなった。 主要人物ゲスト尾行、高畑優太逮捕を受け、系列外遅れネット局のうち、テレビ U 山形は2016年8月26日から9月16日まで、仙台放送は2016年8月26日9月2日、奈良テレビは2016年8月27日9月3日、テレビ和歌山は2016年8月28日9月4日、 琵和子放送は2016年8月29日9月5日の放送をそれぞれ休止し、仙台放送は9月9日から、奈良テレビは9月10日から、テレビ和歌山は9月11日から、琵和子放送は9月12日から、テレビ夕山形は9月23日から、それぞれ第6話から放送を再開した。2016年9月1日から、 放送予定だった IBC 岩手放送は本作の放送を中止し2015年7月クールに放送された初森ベマーズの再放送に変更した福島中央テレビと新越放送は本作の放送を継続する2016年9月27日からの北陸放送同年10月1日からの熊本県民テレビ同年10月3日からの BS ジャパン 同年10月15日からの青森テレビ、同年11月19日からの日本海テレビで放送開始の5曲は高畑の出演シーンをカットし、取り直した再編集版を第1話から放送するものの、出演シーンが多い第3話、第5話は結盤とした上で全8話に短縮となった。さつみゆの作画で週刊ヤングマガジンにて、 2016年38号から2018年46号まで連載。なお、漫画化されたのは原作の一環部分であり、キャンハンにホットスパイシー編から、キャンハン4魅惑の立ち飲み編は漫画化されていない。キャンハン男飯に関するカテゴリー。ありがとうございます。